はい、こんにちは、タカです。つい先ほど FMC がありました。内容としてはもうほぼ予想通りですね。0.5% 上げと。今回のこの FMC はドットチャートなんかの発表もあったりもしたんですけども、この予想値っていうのが少し上がりましたかね。平均値が 5% に乗ってきたというところで、そのあたりを交換して少しドルが買われているのかもしれません。ただ、おとといの CPI でドル売られましたからね。では、この2日間の環境を経て、じゃあ今の環境どうなのかですよね。このあたりを振り返ってみたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。もともとドルはすごく弱い流れはもう明らかに出ていると思いますね。下落トレンド見えてますけども、ただ現在は流れが止まって自分は調整局面を見ています。レンジそばですね。買いが入ったり、売りが入ったりしやすい状況。ただ、おとといのこの CPI で下の方に少し抜けてきてるんですよね。しっかり安値も更新してきてますから、これをブレイクと見ていけば下落トレンドは継続して見ていくことになります。すでにもう抜けていると、見ている人もそれなりにはいそうですね。ただ僕はまだこのブレイクは少し甘いのかなと思ったりはしてるんですよね。っていうのも過去にしばらくこの辺りレートつけてないですから、割ってくるんならそれなりの売りは出てきてもいいのかなと思うんですけども、そこまでの売りが今のところまだ出てないんですよね。ですから昨日のこの冷やしがどうなるかというのをかなり僕は注目していました。しっかり安値を更新してくれば、これはもう売りの流れを見ていくことになりそうですけども、ただ問題が FMC ですね。FMC、もしくはパウエルさんの発言で、ドルがどうなるかというのはこれちょっと読めなかったので、これは結果を受けてどうなるかというところを見ていきたかったわけですけども、まだはっきり結果というのが出てないですかね。もう少しこの後時間かかってしまうかもしれません。動画を撮っている最中に、もし何かこう動きが出てくれば、また改めて触れていきたいと思います。今のところはレンジの下限での攻防という認識は僕はまだ変えてはいません。というところで、ドル売りは少しやっぱり安値圏ですからね、自分は警戒して見ていこうかとは思います。ただブレイクしてしまったら買えないですからね、そこには十分注意ですね。今の現在地っていうのはしっかり把握はしておきたいですね。相変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。FMC 以降はちょっとごちゃごちゃした動きになってしまっていて、まだ流れがつかみきれないですかね。ただポイントはその前ですかね。CPI、これでドルに売りが入ってしまったことで、ドルの弱さが少し際立って見えています。昨日もこのドル売りが継続して出てきてしまったら、これはもうドル売り、見ていくことになるかなというふうに思うんですけども、今の時間少しまた売りが強く入ってきましたかね。これはもう冷やしの確定を持って最終的に判断はしていきたいと思いますけども、ドルは今ただレンジの安値圏と自分は見てますんでね、ドル売りは少し慎重には見たいですね。動画の最後でね、改めてもう一度ドルの環境を見ていきたいと思います。そしても他の通貨に関してはこのドルとは反対の動きがすごく出てきやすい流れになってますかね。ただそんな中で5ドル、これが少し上値の差を見せています。ただこの5ドルというのは最近買いが入ったり売りが入ったりで安定してないんですよね。ちょっとわからない動き続いてますんで、そこは割り引いて見ていく必要もあるかなというふうに思います。あとはここ最近実はあまり動いてないユーロとポンド。この2通貨が今日政策金利の発表を控えているんですよね。BOE と ECB。これももしかしたら今日の会合が引っかかっていて動かなかったのかもしれませんから、イベント通過で流れが見えてくるかもしれません。今ドルも動いてますからね、このユーロやポンドにも動きが出てくると、ドルスなんかは活況になってくるかもですね。それでもまずはこのドルの決着というのを見たいですかね。レンジの安値圏、割ってくるのか、それともサポートされてくるのか、そこをしっかり見極めていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。週足環境を見ていくと大きな上昇に対して調整の売りが結構強く入ってきてるんですけども、まだ波の起点割り込んでないんですね。最近は流れも止まってますから調整の形が見えてます。今週はよく動いてくるかなと思って見てはいるんですけども、実は今週の値動きというのは先週の高安を抜けてないんですよね。腹見の動きになっています。CPI があって、FMC があって、よく動く相場環境にはあると思います。高値から見ていけば結構売りなんかも入ってますからね、ボラも相当大きな動きにはなってはいるんですけども、ただ実は引いて見てみると大して動いてないんですね。ただこれは週足環境になりますんで、まだこれわからないんですね。今日は木曜日ですから、木金とあと2日間ありますから、この2日間でどうなるかというのをしっかり見ていくことになります。例えばドル買いが出てくるんならこういったサポートを割れてくることになるかと思いますけども、今のところもう調整レンジが見えてますんで、自分の場合はこの調整レンジ、まずは強く意識したいですかね。特にこのサポートラインが134円あたりに見えてます。割り込んだとしても直近安値、これが132円あたりですかね。こういったところも見えてはいますんで、ドル円に関しては一方的な売りがドーンと出てくる環境にはまだないのかなというふうに思いますけども、どうでしょうかね。少なくともすごく抵抗は受けやすい場所にはいると思いますから、こういった抵抗を受けやすい場所というのは買いが入ったり売りが入ったりという、この上下の動きがすごく出てきやすいところだとも思います。一方的なトレンドを期待するような相場環境というのは今はないのかなというふうに思いますんでね、そこは割り引いてみてはいきたいですね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やし環境を見ていくと少し形式が変わってきます。下落トレンド見えてますね。ただ現在流れが止まって調整局面、レンジの形が見えてます。高値安値がある程度こうはっきり見えてるんじゃないですかね。高値が138円あたり、安値が134円あたりですかね。レンジの中にさらに小さなレンジなんかも作ってもいましたけども、この小さなレンジからは下の方に抜けてきています。まあ、これが CPI の動きですね。ドルの方に売りが入りましたんで、まあ、上値が重くなってくるというのはこれは仕方がないと思いますけども、ただドル売り出てくるんならサポート割れてほしいところですけども、そこまでは行ってないんですね。まあ、あくまで今の動きというのはレンジの上から下まで売りが入ってるだけですから、まあ、シンプルに考えていけば、サポートされたらまた買いが入ってくるかもですね。ただまあ環境を見ていけば下落トレンドを見てますから、サポート割れてしまったら売りのトレンドの継続になります。ロングを見ていくのは相当難しい状況になってしまいますから、今の現在地というのをしっかり把握しておきたいですね。現状見えているサポートラインは134円。割れるかどうかはブルベアの分岐点というところになってはきそうです。まあ、そして今の現在地はもうおそらく安値圏に近いところかなと。ここから売りを見ていくんであればそれなりの根拠というのは欲しいところですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくとサポート割れた売りのトレンドが見えています。下落トレンドですね。一旦この辺りで足場作ってくるんならこの足場、の上から売りたいところですね。もちろん下落トレンドの継続を見ていくことになりますから、まあ、どこで売っていくのかというのを見ていく。今のところこう下の方で売りたくないわけで、戻りを待つことになりそうです。ただこの環境というのはあくまで短期足の環境で、上位足の環境を見ていけばこの辺りそもそも冷やしレンジという形が見えていて、この辺りの値動きというのは冷やしレンジの安値圏での値動きなんですね。例えばこの高値抜けなければね、これも全然ショートもいいと思うんですけども、仮に抜けてきた場合、まあ、そもそものレンジ相場という環境がありますんで、レンジの下から上までの流れがまた見えてくるかもしれませんのでね、ショートを引っ張るような環境ではないと思うんですね。流れからこうショートを見ていくのはいいんですけども、抜けてしまったらどうするか、このポイントが135円の後半あたりにあるかなと思いますんで、売っていくんならここをバックということになってくるんですかね。逆にロング意識していくんなら超えないといけない壁にもなってきそうでね、この決着というのを今日は見たいところですね。自分はドルはまだ安値圏での攻防かなというふうに思ってますんでね。であればドル買いを若干意識したいところ、買い場を探したい、となってくるとこ上の方では買いたくないわけですから、なるべく下の方から拾いたい。135円に近いところからまあ拾っていきたいところですかね。ただドルは安値を割っていると見ている人もそれなりにいそうですからね。売っていくというのも間違いではないと思います。売っていくんなら逆ですね。135円の後半、この辺りをバックにショートを見ていくのが面白いのかなと。今この環境の決着というのがまだついてないですね。CPI が通過しました。FMC も通過しました。今日は BOE、ECB、この辺りも通過をしていきます。動きやすい環境は出てくるかなと思いますんでね、決着を見たいところですね。決着つくまではどっちの流れを見ても僕は間違いだとは思いませんけどもね、決着ついたポジションをずるずる引っ張らないようにはしたいですね。繰り返しになりますが、自分は冷やしレンジの安値圏での攻防を見ていますから、まあ、若干ロング目線、ただ割り込んでしまったら買えないですからね、まあ、今日はそのあたりを注目して見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に冷やしを重ねています。ダウも少しこう売りが強く入ったんですけども、今の時間戻しが入ってますね。ダウ本当に強いですね。調整レンジを見ています。売りが入ったとはいえ、上の方から売りが入っていて、下の方に抜けてもいなかったですから、大して売りでもなかったんですけどね。ただしっかり戻りが入ってきています。ダウは本当に強いですね。ただしばらくここ最近動いてないですから、年末に向けて高値を抜けてくるのかどうかがまあ注目ポイントになってきそうですね。すごく強いトレンドがありますから、最後に抜けてきたりなんかしても面白いと思いますけどもね。まあレンジそばですから動いてはいないわけですけども、ただすごく株価の強さは感じますんでね、こうショートは気をつけたいところですね。こう常に買い場を探っていく流れ、これを見ていけばいいのかなというふうに思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。日経平均もだいぶ下の方突っ込んでたんですけど、今戻りが入ってきてますね。ただまあ貯金高安は抜けてないですから、大した動きにはなっていないと思います。まあここ1ヶ月以上はもうレンジの形が強く出てますかね。流れが出てくるためにはブレイクは欲しいところですけども、まあ、年末に向けてこれ高値抜けてくるんですかね。そばの方はすごく強いと思いますし、まあ、ダウにまあ引っ張られてる部分もあるかと思いますんで、まあ、ダウが高値抜けてくるんなら日経平均も抜けてくるかもですね。まあ、ダウと比べると若干上値の差は見えていますんで、もし株価を売っていくんなら日経平均の方がいいのかなというふうに思いますけども、ただダウ強いですからね、今は基本的に株に関してはロング目線でいいのかなというふうに思います。はい、変わりまして、こちらが金の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。今の時間、ちょっとドルの方に売りが入ってきつつありますけどね、ただまあ逆相関の金、まあ当然買いが入りやすい状況はあるかと思いますけども、ただ今のこの現在地、高値圏と見えなくもないですからね、ロングは気をつけたい場所にはなっておきそう。それでもドル売りトレンドが出てくるならブレイクもありそうですけどね、チャートもすごく強いですから、いつ抜けてきてもおかしくない環境はあるかと思いますけども、ただまだブレイクまでは至ってはいないですかね。買っていくんならこの高値圏では買いたくないですね。例えば小さな足場なんかをこの辺りでも作ってますんで、せめて小さな足場の下から拾っていくとか、強い流れは見えてますから買っていくのは全然いいと思いますけども、買っていくにしても買っていく場所というのは大事になってくるんじゃないかなと思います。あとはドルですね。このドルが安値圏という形を僕は見てますんで、金に関してももしかしたら上値が重い状況見えてくるかもと、そんな感じでも見てるんですよね。高値2回試して現状まだ抜けていない形も見えていますんで、一旦売っていくのも面白いかもですね。もちろんこれ抜けてしまったら投げると、割り切れるんであればというところになりますけども、FMC が通過しても今のところ高値ブレイクという形は見せてはいないですからね、一旦売っていくのもいいのかもしれませんね。ただ高値ブレイクには十分注意はしてください。はい、ということで、FMC が通過しても1時間少しですかね、ドルの方にまた売りの方が出てきてしまってますかね、自分は調整レンジの安値圏での攻防というのを見ているという話をずっとしてますけども、このままブレイクしてくるとちょっと買えない流れになってきそうですけども、どうでしょうかね。今週は大きな指標ラッシュ、そのうち CPI と FMC、これはもう通過しました。あとは BOE と ECB、ポンドとユーロですね。このあたりの政策金利の発表を控えています。これもドルが動く要因にはなってくるとは思いますんで、十分注意はしたいところですね。ただFMC の内容というのが若干の高偏りだったかなというふうには感じますんでね、それでも買いが入ってこないんであれば、ドルは弱い流れが出てきやすいのかもしれません。安値圏での攻防にはなってますし、僕も若干まだドル買い目線では見てはいますけどもね、やっぱり安値割ってきたらちょっと買えないですね。そのあたりを注目しながら、今日はね、動きを見ていこうかと思います。まだこれ冷やし確定してないですからね、もし何か動きがあれば、次の動画でも触れていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。